ありがとうございます。それでは踊り子を呼びたいと思います。むすびと入場。改めまして皆様こんにちは。我々は大阪府からん町よりやってまいりました、大阪芸術大学よさこいむすびです。よさこいむすびです。今回披露させていただく演舞のテーマは夜叉、むすびのオリジナルストーリーとなっております。演舞名を夕顔と申します。時は江戸末期、ここ大阪の地での物語。あの世とこの世の境が薄れ、人の顔が識別できなくなる頃、夜叉が現れ人々を襲います。それを聞いた術師は町民を守るために立ち上がる。夜叉は何を望み暴れるのか、また術師は何を思い夜叉と対峙するのか、そういったところに注目していただけるとありがたいです。むすびと一条、会場の皆さんに思いを全力でぶつけていくので、手拍子、足拍子、そしてお心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。日のあるところに影は夕闇に浮かぶ怪しげな人、そこにおるのは誰じゃ。我らが滅す火花。
力あふれる元気いっぱいの演舞でしたね。大阪芸術大学よさこい結びと皆様ありがとうございました。